お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はですね、こちらゴブジェイスパーキーエリババレージ型やっていきたいと思います。だけど新環境ね、スパーキー動画上げてなかったなと思いまして、ちょっとね、なんかスパーキーいろんな方があるんですよ。エリババヒースペで今日やるんですけど、ダックプリミニペだったり、まあなんかマザネクがいたりとかいろいろあるんですけど、僕が使われて嫌なのはヒースピ型だなと思ったので、今日これでやっていきます。ちなみにこのデッキもエレキの枠はね、マザネクでもよくて、正直ね、どっちにも良さがあるので、本当好みかなと思います。今日はまあエレキ最初使って、後半マザネク使ってね、まあ両方使っていこうかなと思います。というわけでやっていきます。さあ、というわけでやっていくんですけど、まあ基本的な立ち回りというか組み方は、ゴブスパメガゴを組んでレイジヒースピですね。これを無限に繰り返します。なので、まあ、最初と待ちたいんですよね。最初待って、相手のユニットにスパーキー合わせます。そして、スパーキー合わせつつ、ゴブジェイフタ。で、メガゴを追加して、レイジっすね。というか、まあ、ゴブスパ、レイジのメガゴでもいいんですけど、その、ゴブスパだけ、ゴブジェイプラススパーキーだけっていう形は弱いんですよ。というのも、スパーキーに対して、バルキリーとか、ミニペとか、まあ、ユニット一回クッション置かれて、まあなんかのね、ユニットでターゲットされてしまうと、スパーキーもそれだけで止まっちゃうんですけど、スパーキーの後ろに、まあメガゴでも、まあこのデッキではないけどね、ミニペとかダックプリでもなんか1枚いると、それだけでスパーキーに当ててくる、まあナイト、バルキリー、ダックプリとかミニペとか、まあなんでもね、そこを突破することができるんですよ。で、大ダメージを狙えるので、基本的には、ゴブジャイスパーキーともう1枚欲しいですね。で、そこのレイジが強いんですよ。さらにそこにヒースピをね、足す。まあこれがね、最強ですね。なので、まあ、まあ、もう普通にスパーキー出しちゃいたいんですけど、まあ出すんですけど、どうしても、本当にね、勝ちにこだわる場合は、出さない方がいいですね。これで相手に逆サイ攻められて、美味しく受けられるっていうのあるんで、ちょっとね、30秒僕のトークで繋げるのはちょっとむずそうなんでね。さあ、出してこないでも出してやります。あー、ライドラじゃないか、マジか。最悪だ。これは出さないが正解でしたね。本当に。まあ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 、結果の。まあ、どっちでもよかったけど。まあ、これ、メガゴで、こっち側で竹取って、こっちのゴブジェイの背中でやりに行きます。いや、まあね、いい。いや、そうなんですね。いや、これで勝てちゃうんですから。さあ、フリーズ。で、タルババが言っちゃう。ここは、エレキとかは僕、出すコストがないんですよ。だから、行きました。で、ユニット出てくると思うんだけどな。いや、出てこないですね。そこでエレキ踏んであげて。いや、これもうワンパン、ヒギワンパンあるぞ。フリーズも使ってる。まあ、メガゴ我慢していいな。まあまあ、無理する必要ないですね。いや、でかっ。いや、でかっ。でかすぎるだろ。そう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 。で、これ、さては、いや、これ、シャシャったかもしれん。バルーンなんですけど、これボーラー使う。そしたら、いやー、待ってよ、待てよ、待て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 。いや、頭の中で考えがいっぱいあって、ライドラキング起動するか、それともキング行っちゃうかどうか、みたいな。なんかいろいろあって、こっちにしました。で、これでもうゴブジェイからの、多分、エレキで終わるっすね。インドラなので、めっちゃ低めに来るとな。まあ、最後ザップもあるんでね。あ、オッケー。これ止まんないっすね。よいしょ。さあ、ザップでね、削りながら、スパーキー巻いておけないといけないんでね。オッケー。いやー、序盤ちょっとね、ライドラ、ね、怖かったですけど、角度変えてね、ライドラってこう、同じような線路を作っていくので、ね、左に向けて右から殴るみたいな。前に竹取ったら後ろから殴るみたいな。これね、結構大事ですね。さあ、というわけで、まあ基本的に3枚プラスのレイジですね。ゴブスパメガゴレイジヒースピ。ゴブスパメガゴレイジヒースピ。まあ、これを無限にやっておけば正直いいんですよね、スパーキーって。無駄に他のユニット出す必要なくて、まあ今回、相手のユニット的にはこう出すんですけど、まあ出す順番としては、スパーキー、ゴブジェイ、メガゴ、レイジ、ヒースピ。スパーキー、ゴブジェイ、レイジ、メガゴ、ヒースピで、無駄なユニットはね、出す必要がないです。さあ今回はペッカ工場ですね。それを繰り返しとけば、気づけば相手がきつくなっていきます。U のゴーストで、エリババもいんのか。エリババじゃない、あれもいんのか。さあ。これはもう許容しましょう。で、ゴブジャイ、本当はゴブジャイここつけちゃいたいんですけど、まあメガゴからゴブジャイも一緒でしょう。で、まあレイジっすよね。で、ヒースピっすよね。いや、これだけで相手さ、まあヒースピあったらよかったんですけど、ないんでザップで突破しに行きます。で、タワーじゃなくて、相手この辺にユニット出る読みでね、タワーの手前にね、ザップってヒースピっすね。で、これでいいんですよ。で、これで、もしこれが守られたとしても、
あの僕スパーキー回ってるんですよ。だからまた後ろからスパーキー、ゴブジェイ、メガゴ、レイジヒースピーで、まあザップ打つぐらいだったらねいいと思うんですけど、で無駄にユニットは追加しない。これを繰り返せばカード5枚で最強の攻め、ゴブスパメガゴレイジヒースピー最強の攻めできる、かつまたねスパーキー展開できるんで、今のカウンター来たとしてもまたスパーキーで回収できるんですよね。これ多分エリアで結構取ってたんですけど、まあ守ろうかなーっていう確実に行こっかなーっていう感じですね。でまあ相手のデッキにもよるんですけど、相手の陸撃が少ないデッキとか、まあなんか攻めたいな、仕掛けたいなっていう時はゴブスパでメガゴからの逆サイエリバムだったり、まあゴブジャイからのスパーキーからの、これもう無視でいいですね、スパーキーからの、あこれは釣ります、逆サイ、まあゴブジャイメガゴとか、なんかまあいろんな戦い方ができますよね。エレキまだ初登場だっけな。いやーこれきついよ、相手きついよ。でもエリババ行ってあげてね、相手も結構攻めでコス使ったよ。でねヒースピまで添えてあげて、走れー走れー、突破すっぞー。いやー強すぎる、エリババが化け物なのよね。いやこの破壊力たまらんすよね。ナイス、いいね。ヒースピーがね、なんか相手のウッドとかヤラメとかで巻き込まれないっていうのも、まあ結構大事にはなってくるので、そこはちょっとね、やりながら慣れていく必要がありますね。相手がコモンスペル使ったらヒースピー追加であったりだとか、まあ慣れですかね。さあ、2連チャンね、今、サンクラでございます。プッチンプリン、よろしく。スパーキーがないね。スパーキーがないときは、もうイチャコラしちゃってね、ちょっと待ちましょうか。ヒースピー、エリババヒースピー初手始まりワンチャンやってみる。いやーやめとこうかいやマジ基本的にやっぱスパーキーデッキとかもね、受けからの方が絶対強いから、まあできるなら待ってね、やっぱ相手のユニットにスパーキー合わせてから戦いたいっすよね。え、ヒースピー天才か君はね。今のあんなことするヒースピー見たことないですけどね。いやしかもこれだけで折れそうだな。さあエレキ低め、相手ホバ追加とか来ないかな。メガゴ追加でもゴブジェ受けてもいいんだけど、別に。いや、来ない、いや、来るっすね。さあ、延命します。エレキってね、防衛力バカッと高いんですよ。だから、できるだけ延命してあげると、結構ね、なんか活躍するというか、いいっすね。で、ここはもう、なんか、適当にチンパンしちゃおうぜ。さあ、いや、頑張れ。いや、レイジが強いぞ。で、エレキが突破する。いや、いいね。オッケーオッケーオッケー。さあレイジとヒースピはね2コス1コスでザップも2コスなんですよ。だからこのなんか軽めのコストやっぱで攻めるのが大事っすよね。ちなみに今相手ねリクサイトからこれケツラバ読みのハシマエリババいきます。ふっ、はい読み失敗、まあきついっすよね。あーしかもね相手釣りミスってますね。いやでかい。でバルーンないのかな。バルーンなさそうな香りもしてるけどね、どうだろう。さあエレキからのメガゴ、いやこれあれか、守れねえから。いや俺は守りたいな、せっかくなら守りたい、せっかくなら守りたい言うてるやんけ。まあ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 、相手なんかラバホリこれスパキ今出さなくてもよかったのかな。まあ出して普通に形組んでね、ゴリブッパでもいい気がするんですよね。よし、相手のインドエレキで踏んで、まあメガゴエレキでやっつければいいかな。で、エレキで踏むところに多分縦の選手とか出てくると思うんですよ。さあ、一応この辺のもの。ファイボか？ファイボでいろいろ行かれるかな。レイジもやってあげてね。で、コツはもうラバ無視ですね。7アダス。7アダス。うい、いや、強すぎるね。なんかもうスパーキーこんな強かったっけっていうぐらいね。なんかさあ、はい、ゴブジャイも強いね。さあというわけで、やばい、サンクラしか取れないね。もしかしてサンクラしか取れないデッキなのかもしれない。これはさ、調子がいいぞ、調子がいい、よろしく。しっかりやっぱ形を組むっていうのが大事っすね。ゴブジャイスパーキーだけで止まってしまうと、結局はエレキで踏まれたりね、ユニットで惜しくいかれちゃうので、ゴブスパメガゴまでね組むのが大事。メガゴっすね。スパーキーで相手のねミリやれないんですよね。スパーキーに当ててくるユニット、
そこを明確がしっかりね回収していく、あの感じがいいですね。さあこれは守ります。ザップ打ってこないか。うん、まあこれこそね、だからエレキ当てられちゃうんですけど、まあそれぐらいはいいとしよう。で後半入ってしっかり形組みたいですね僕は。うん、さあこっち守るか。無視ですね、無視だ。いやザップぐらい打ってもよかったな。ザップ打ったら次スパーキーもあるんで、相手のユニットにね、そうスパーキー当ててができたんだけど、うん、橋前来る。いやまた同じサイクルだな、このサイクル。ちょっと今きついっすね。でもそしたらエリババ今セパで受けたらよかったかな。まあ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 、別にめっちゃ悪いわけではないっすよね。ちょっと高め高すぎ、これもしかしてザップ打ってくるかな。うい、いや怖い。いやこれゴブジェイつけてもあのあれなんですよね、相手の結局なんていうんだ、こうえスパーキーにそうエレキ当てられて美味しく いただかれちゃうんで、何もつけないでいきます。よいしょ、で守って。いやあのね、これつけてほしいな、陸なんか。いやつけてくんねえよな。さあ非常にピンチです私、まあ、ですがゴブスパね、エリババレイジ強いのでね、マジ今から見せたいと思います。こっからのワンパンを、わワンパンしたいんだけどな。いや一時効果するか、いやまあするしかないか。さあ頼む、マジでレイジ欲しい、レイジ欲しい。いやいいファイブや、いいファイブや、いいファイブや。エレキ来る、真ん中いうので無視かな。いやまあまあまあ、いや一本折ったんだけど、これステルサイドが逆だったっすかね。ここのこのサイド行かれたの痛いな。いやでもあいつは結構やってて、そうエリババ行って、ちょっとこれペッカかな。いやペッカか、まあまあ、いや流れとしてはあるね、あるんだけど、俺負け筋はマジアチャで射抜かれるからいや流れはマジでいいね。うん、いやーこれポイズンか、せこいぞこれ、こいつ。ガインすんな、ガインすんな、ガインしちゃった、バカバカ、ガインしちゃった。これワンチャンないかな。でもレイジぶっぱでさ、マジ奇跡のワンチャンあるよね、レイジの強さはね。いやどっちもいい、どっちか折れてくれ、どっちか折れてくれ。しかもエレキそっちに使ってる。いやマジである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 。えあれかい、はいよ、はい、うわ折れた折れた折れちゃった、ほら、え本当に本当に、え勝っていいなこれ、マジかよ勝っちゃったっすね。まあマジアチャエレキとか、まあペッカデッキっていうのはもともとスパーキーちょっときついですけども、意外とエリババとかメガゴでね、ジョバンもちょっと無視してゴリってもよかったのかもしんないですね。なんか守りすぎた気もしないことはなかったけど、守りたかったよねって、複雑すぎるよ、うまかったからいいっすね。さあよろしくと。いや初手スパーキー欲しいっすね、ちょっと。まあなかったらハッシュマンエリババでね特攻して待とうか。いやしっかり丁寧にいきます。ダークプリーダークブリー、まあ、ペッカ、ロイ、まあ、なんでもあるけど、まあ、なんかっすよね。おっちゃんミラーアット以降、相手がスパーキーの可能性もある。で、エレキ咲いてるってことは、スパーキーのメタなんですよ、エレキって。スパーキーのメタが今一枚なくなるタイミングなので、わお、マジかよ。おお、ミラーだけじゃないか。どうしてもあんだ、これ。いや、いえ、マジかよ。殴られるんかい。いやーこれさーどうする、これスパーキーに当たったりしたら泣くんだけどな。いやー OK で、ここでリセットかけてあげて、うわっバカバカにした今でかっ、今範囲で、しかもヒースピで、いやーいいヒースピよー、このヒースピよ、みんなもーね。いやこれ多分ねいらないかもしれねえな。まあでもここでメガゴ追加したことによって、ああ何も変わんなかったですね。まあ無駄な3コスではあるものの、相手がエレキ咲いたっすね。
いやこれさマジでこれまあダックプリで来るけどザップで突破する説あるっすね。よいしょ、いや強いエリーババマジかよ、ダックプリそんな感じ死ぬ。いやでもタクテ戦ダックプリのスパーキーでエレキいるんですよ。ダクプリ、縦線、エレキって全てスパーキーメタなんですよね。いや、今その相手に、これはね、でかいね。いや、マジでかい。ヒースピンであの回復できたのもでかいし、なんか、相手のゴブジェイトスパーキー巻き込んだっすね、うちのスパーキー。天才くんですね、彼。いや、ナイスパー。さあ、これは今リードしてるので、相手に合わせてやれば負けないですね。多分。まあ、ダクプリぐらいね。ちょっと厄介なの。さあ来た、これヒースピン打たしたいな。ああ、そんなことできなかった。いやでもエレキがね防衛マジで強いんでね。よしよしよし、さあ逆サイブッパ来たもののスパーキーお互い捨て合う形ね。いや待って、思った以上に削られた、これやばいっすね。守りましょう守りましょう。まあここは耐えれるっしょ。さあ耐えてもらってしっかり早めに溶かしたい。なんならレイジ防衛どう、あんましないけどね。で、ヒースプレー回復してあげて、いいね。あ、これしかも、でもやばい。これ、エレキが先に攻撃するからね。オッケー。オッケー、耐えた。相手、やたるっすね。いや、でかいね。ファイボとかないのもでかいし。あ、ちょっと待って。後半、マザネクでやるって言ったの忘れてた。ちょ、この後マザネクね。やりたいと。エレキがめっちゃ優秀でさ、なんか、エレキでね、やりすぎちゃってましたね。さあ、マザネクでやっていきます。さあ僕ポテトンよろしく。いやいい手札だ。もう相手がサイトカードにスパーキー合わせて、いや枯渇やないかい。さあゴブリンバレルはまあ枯渇はプリンがねきついからちょっと嫌ですけど、コツとしてはあれですね、もうスパーキーほぼ出さなくていいですね。そのゴブジャイマザニクメカゴであったりエリババマザニクであったり、この周りが強いんでね、そこで勝ちに行きましょう。しかも今回たまたまマザネク持ってきたんでね、これでかいっすね。マザネク枯渇にね強いからね。さあたまたまマザネクが活躍してくれるぞ。ウッドサイター、いやこれシャシャリかな、シャシャリぐらいがちょうどいいと思うんだけど、プリンが強いんでね。うん、さあまあここは突破できないが、まあほんとゴブジャイメガゴマザネクレイジとかで頑張りましょう。で、相手がなんか、ナイトとか流れてきたらスパーキーで受ければいいんですけど、高め。まあ、低めに出したら確定ロケだと思ってください。よいしょ。さあ、ちょっと厄介ですが、これに勝たなきゃね、スパーキーはね、使っちゃいけませんよ。いや、それは言い過ぎた。ごめん。ちょっと言い過ぎたかもしれん。さあ、というわけで、もう結合じゃでいいんじゃない？で、エリババは多分背中につけると、スパーキー打たれる気がするんだよな。どうだろうな。打ってこないかな。打ってくると思いますか？まあ、一旦レイジぶっぱしてから考えよう。ウッド使ったらヒースピ追加。ああ、レイジ打ってきますね。あ、レイジじゃねえ、スパーキーか。スパーキーじゃねえ、ロケットっつね。まあ、打って来られたら来られたで、まあ嫌なんですけどね。今スパーキー生きるんだけど、枯渇に対してスパーキー残ってもみたいなね。さあところがあるが、まあマザネクっすね。マジでマザネクゲーだと思ってください。枯渇はね。さあこれだから、でもプリンがね低めに来るんですよ。高めに出してくれると、いやある、いやこれちょっと組んでいきます。こっからのエリババセパっすね。エリババセパからの、いやマジこのセパ強いですからね。アーツはねプレッシャーかけていこう。で、レイジ、マザネク。おい、で、ロケ。いや、ロケ外してく。いや、これよね。もうこれ。あんなの計算通りみたいな。いや、しかもダメージリードこれ取っていくっすからね。で、こういうのにはもうスパーキーでいいっすね。高めね。だいたいこれロケ打ってもいいし、打たなくてもいい。さあ、どうする。まあ、さっき打ってからロケがないのか。で、ここは、これでいって、ロケが来るかもしれないので、それだけちょっと警戒してね。いやーこれナイトで終わるか。メガゴでよかったな。いやーいい打ったけど、槍が、うちの槍は気合が違う。うちの槍は気合が違う。さあ、いいね。いいね。いいね。さあ、メガゴ、一応バレるよ。で、初めプリン来たら、
はしめぎプリンワンちゃん、いやコーナーいい。さあロゲーロゲーロゲー、まあこれもう事故るんでね、もう事故狙い、全然事故んなかった、ごめん。いや待ってよ、メガゴ、うちのメガゴ、うわ腕が短いんだ、うん、さあちょっとやばい、これロケ圏内に入らないこと祈って、いや祈ってね、いやいい祈りよ。あともう0時、もうこれ0時チンパンして、ちょ豚走れ、豚一発入らんか、ちょっと待ってくれ、豚一発入ってほしかったな。いやなんならマジ豚一発入ればいいな俺、豚削り、いやゴブじゃお前がやるんかーいって言うでな。いやでかいですね、まあ、スパイキーは本当になんか端目でね流れてきたら出すぐらいで、まあ、本当ほぼ出さない、まあ、スパイキーにロケット出してみたいな感じですけど、今回まあ相手がエリババとかにねやっぱこう防衛でねロケ使ってたのでロケ削りされなかったっていうのはまあでかいですね。まあ本当マザネク、エリババ、メガゴ、そこでねちょっと崩していくっていうのが大事かと思います。はい、というわけで今日ゴブスパーレイ使ったんですけど、いやマジめっちゃ強いと思いますね。なんかびっくりしたわ、こんな勝てると思わんかったですね正直。なのでじゃあ皆さんもぜひこれエレキ型マザネック型両方ありますが、よければね使ってみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。